教育対策スクール SL3 がお送りする英文法本日の問題はこちら10秒間でお願いいたします <noise> さあできましたかまあ英は違いますよねで、なぜそれを感じるのかと言われたら空所の右側動詞の原形になっております そうすると選択肢の BCD の一番右側これを選んでいただけるとトゥー不定詞になるので OK 一方選択肢の A は B 度詞動詞の原型になってますよねそうすると動詞の原型を2つ連続させることはできないので選択肢の A は×で残った選択肢の BCD ですが選択肢の B と DFor Fear これ後ろに否定語を置いてよかったんでしたっけということで下をご覧ください フォーフィアの右側。ノットを置くのか置かないか以前に、こうやって SV 続いてますよね。で、ざっとをつけてもつけなくてもいいんですが、これでフォーフィアの働きが分かりました。そうです。っとせずともなりますので、接続詞で、そうすると選択肢の B と D。to 不定詞はそもそも置けない。ですから正解は C。で、これだったら文法的にも意味的にもバッチリ。ですから選択肢の C を空所の中に入れて訳してみますね。 私たちは静かにしていました。で、so as not to。うんたらかんたらしないように。で、何をしないようにするかと言われたら空襲の右側。眠っている赤ん坊を起こさないようにするために、我々は静かにしておりました。で、こんな感じで、so as to 不停止を確認していただきたいのと、この下。for fear that。意味は思い出せますかそうです。うんたらかんたらしないように。で、例文で言うと、子供たちがそれを真似しないように。 で、先ほどお伝えした通り、for fear の右側に to 不停止は置けませんからね。で、例文の通り、ざっと説。で、もう一パターンが for fear of そうです。前置詞オブだったら OK ですからね。ですから、そのあたりだったら公開テストを狙われますので、ご存知なかった方は確認をお願いいたします。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。 で、あとは画面の右側す線、皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸2番、そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。